心も打つ楽しさを三陽。おはようございます、ワンゲームの三陽介です。さてですね、本日はですね、こちらですね、もう市場導入されてからしばらく経ちますけれども、大工の源さん、ちょい打点2ラッキートリガー2回目でございます。今回はなんとですね、伊達2もうちょっと盛り上げたいんでなんとかお願いしますということで、三陽さんからおかわりいただきましてありがとうございます。おかげさまで生きておりますということで、伊達2打っていくでですね、5月末に源さんも増大して、増産だろうね、源さんの増産だね、よくわかんないで、ね、源さんなのに源さんじゃなくて増産だね、プププププということで、源さん盛り上がっていこうということで、先読みチャンスでいきますと、なんか今回視聴者プレゼントとかもあるんでしょ、番組の途中に、素敵なプレゼントキーワードの発表がございますので、応募方法等は概要欄で、ご存知の方も多いかと思いますけれども、こちら大工の源さん超伊達2、簡単におさらいしたいと思います。大当たり確率は129分の1のライトタイプになっておりましてですね、右の超限ラッシュ突入率 56% になっておりますと。でこの台はラッキートリガーを搭載しておりまして、ラッキートリガー突入条件は右打ち中の、おおだった、はい、右打ち中のですね、マックスラウンドのうちの 10% 約 2% を勝ち取った時にラッキートリガーが発動しまして、その際はなんと6回転になるというね、極限ラッシュに突入すると。前回ねラッキートリガー取ったんだけれども、残念ながらそこまで破壊力をね体感することができずに、残念ながら僕の引きが弱くて終わってしまったので、今回はさあ今日一発目、1、2、これ熱いよね、3、朝までいった、ダーよし、でここでですね7点だったら張った瞬間にラッシュ濃厚、0、3、7はもうラッシュ濃厚なんですよ。で7に関してはリーチになった瞬間に濃厚です。なのでなかなかそこで決まり手として決まることはあんまりないんじゃないかなと思います。あと今ステースフラッシュ普通だったんですけど、ここの色がレインボーに光った場合とか、あとはこのバトルリーチが終わった後に復活大当たりの場合もラッシュ濃厚になるという特徴があります。一応ね水柄は全く前作からも法則としてはないところなんで、まあ、なってんので後半はいきますと、まあ、今のところはちょっと弱いかなという感じはするね。でまだ500円ですからね、参戦、あ来た、あるであるであるで、参戦すりゃあるで、アバだからね、カットインとか欲しいけどね、前回ほとんど参戦しなかった気するから、足りてはいる、これ景気決めたいね、ボタンはないか、決まっちゃえ、おいあざす、ポロ Q、 ポロ Q だけどワンプッシュだね、おおおおスイッチだーでいいと思います。ワンプッシュまで押す位置なんで、さあ今回は濃厚になる要素はおそらくなかったのではないかと思います。さあ超限チャレンジで、ね、押すと色でまた判断ができるんですけど、めっちゃ白くないこれ。めっちゃ白いね、まあでも白でもないわけじゃないから、今日はですねなでしこ寄りでやろうかな、前回大名寄りだったからね、あれ哲さんが悪いんだよ、だからね、あれはあれで面白いんだけども、なんかワンゲーム陽介といえばやっぱり可愛い女の子がいてナンパみたいなとこあるんで、光らせたい、これ決まったらでかい、58パースからね、決まったらマジでかい、ピンクとかまで行くとだいぶ熱いんだけど、もう一個、もう一個なんよ、なさそうか、もう一段階来い、
は残念だな。一応ここでボタンとかのパターンもあるんじゃないのかな。なんかはい残念。いやまあまあまあ今プラスだから取れたか OK。 まああとちょっとさっき紹介したけど370の大当たり、ストレスフラッシュ0の他に、当たり前なんですけど全回転とかロングフリーズとか、あるいはその次回予告の中でも次回超限ボーダースとか次回全回転みたいな やけくそのやつがあって、それはラッシュ濃厚。あとはちょっとちゃんと見てないとわからないと思うんですけど、この大枠ランプ予告っていうのがあって、これがどうなるのかわかんないんだけど、リーチの時とかあるいは VS バトル発展時とかに多分光るんだと思うんですよ、激しく。おいようなりますな。その際はラッシュ濃厚らしい。でカンナステージで固定してるとめっちゃ光るらしい。これはちょっとさすがにじゃない、当たったらラッキーぐらいだと思うな。当たんのかい。全然当たります、すいません、やっぱ当たりますね。20回転めちゃくちゃ早い、早いね。残念、負けっす。おいおいおい勘弁してくれよ。大当たり確率15分の1でお送りしております。もう2回のチャンスを封印してますよ。まあ、今のところステルスフラッシュも2の2で当ててますからね。わかるわかる、スマスロに疲れました。最近僕もパチンコマスロね、上限コツ18くらいから打ち始めてやってますけど、正直4月5月がダントツで過去のマイナス数値更新したんですよ。上に触れることもあるけど、下振れした瞬間にね、ほんときついんですよ。どうしてもさ、今の規制上しょうがないけど、有力感を貫いた時に出ますよっていうスペックになってるから、負ける時は再現ないし、勝つ時も有力感貫いてれば5000倍とかってなりがちなんだけど、そうじゃない時になんかこうプラマイナー1500倍ぐらいで収まることがあんまないんだよな。パチンコの方がそのもちろん319分の1で16、7しか回んなくて1000はまりゃ7、8万入るんだけど、あの気が圧倒的に楽。そうパチンコはずっとフラットだし壁もないし、やれなんか冷遇だとかねないもんし、抽選が明瞭じゃないですか。打されることって U タイム以外はないですから、いつやめてもいいしね。三葉にはすごく心をつかむ絵師さんがいる。最近の海とかもそうだけど、海で言ったらね、魚のイラスト見せてこれは何番ですかって言って答えられるやつパチンカスだからな。サメは数字の何に見えますかっていう質問をして4って答えたやつ絶対ホールにいるやつだから、それなので、我々はおいっと色は普通やね。3発目、まあ、ここも後半は今回は発展しないということは、特訓特訓オアお願い、特訓がいいね、特訓。お鳴ってるからね、鳴ってるということはいくんじゃないですかこれ、ってことはいくよね多分ね。パカパーっつって、ついに取りました。投資 6K。 ああもうドックンからは全回転になりますから。さあ今日初めてのラッシュでございます。7、いやーいいな、やっぱ7って、ありがとう。7はいい、7が3つが一番いいんだから。はい、投資6000円100回転ラッシュ突入ですね。ラッキートリガー取るぜ。あいい方に寄ってるよ、いいな。
さあリレーレインボー、とりあえずさ通常ラッシュは 2.4 分の1を4回転なので継続率的には 88% だっけな、今回はもうなでしこラッシュでやらせてください。あそれほら女の子多い方が A に決まっとんのやって世の中。さあなでしこラッシュでございます、いくぜ4回転ね、引きます、はいはい、はい、どうもみかちょーん。であとはマックスラウンドの時にそうテンパーですから、なでしこラッシュは結構ネクストで読みやすい、早いな、ほんとほんとさ早いでしょう。パトがなればいいんです、あ、温度低い、だってあ、いや、あぶねえあぶないわ、ヒヤヒヤさせやがって、あそこまでやっぱ追い詰められたくないんですよ、最終エンドで引けてれば一生終わらないから、そう。おい、いいぞいいぞ。ビンビン来てますね。おっ、大チャンス。あ、V ストップか。はい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 。いいんですよ。なでしこラッシュはおそらくですけど、V のストックの告知がめちゃめちゃ多い。わお。どんだけこのコスプレというかコスチュームあるんだろう。あー、ベストックいいね、ちょっと早く行き過ぎたね、怖いね吉田がいい、はい、大本なんかね、黄金のまたあいつら、いいっすよ、さあチャンス到来、これが 10% 取ってればもう速攻ラッキートリガーですから、で一応ラッキートリガー濃厚 S みたいなのもあって、こないだやったけど1、2、3とかこっちが光るやつとか、あとあっ You win! これなんだよな、あとなでしこラッシュ中はなんかゴールデンチアガール予告みたいなのがあるらしくて、いやチアリーダー見たいな、おでと、いいよいよ、V だ、おいいね、つながってるよ、まあ、なんか下のラッシュだったら2,000-3,000玉取りたいよなぐらいはあるよね、ラッシュ入った時に、来ないでしょ、大丈夫大丈夫、よし、まだよって、カモン、あーちょっと寄せすぎた、まあ一応アマのことを考えればまあプラスだしね、これで、あーあそこ赤いとこあんまないんじゃないかな、キュイン、あーまだ分かんないから、なさそうで、おい、2000玉ちょい、2100玉獲得、よしプラスです、今でも初当たり30分の1ぐらいでしょ、僕はでも原産タイプの台はずっと苦手苦手って言い続けてるし、実際苦手なんですけど、特に、夜桜超旋風がめちゃくちゃ苦手で、この間なんか久しぶりにやりたいと思ってアマの方を打ったんですよ、で継続力変わんないんですよ 90% でね、2連俺あの台に関しては最高6連ぐらいしかしたことないから 10% 引きまくりですよ、おおよく来るな今日、ほんと
来てますね。カモン、よいしょい、4-4。初当たりは取れておる。エンサンテイン、これがラッシュだったらだいぶ楽だね。白見ました。今のところ全敗ですから。ここゲンさんやってみる、楽しいよね、普通楽しいんだよね。白でも 25% とか全体。あ、でもボタン2個燃えてるよ。2個燃え相当熱くなかったっけよ。さあゲンさんカッティン、威力だ、減ったね。169、お願いします。なんで、あれ、あ、当たりつまり何だったっけ。あれ2じゃなかった。偶数だったよな。諦めるな、やっぱそうや。多分2で当たってたと思うんだけど、最終の数字が残り人数が大当たりつがらと同じだった場合はラッシュ突入っていうのは前作からあるよね。いやー、またこれで当てしこっちゃうか。あはー、全部見たい、全部見たい。はい、カモン、おいー、いいね。アリサ大好き。あ、いい、わかるわかる。3で、はい、ジャパニーズかわいい。はい、どう、おお、取るね。やっぱ俺はなでしこなんだよ。あらららら、ら、おい、来たぜ。あらららららら、ら、いいね、芝水。あらららら、ら、どうなってんの。これは V かな、じゃあ超限と V、 いいぞ。なでしこですわ、来ました。継続率 96%、 早かったな。さあこれでですね、極限ラッシュ6曲極めなでしこラッシュ6回でありますから、いっぱい見れる、いっぱいいっぱい見れちゃう。これいいな。あらら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 、全部なんか金のマリンちゃんみたいになっちゃって、エロいな。ああ。さあここからは 96% でございます。現実的に100連とかもね、する人はする、見ていきたいね。はい、4。まあ本体本来はここで終わってますから、何やってんの。ほんとこういうとこあるよな俺な。これ多分世界で一番寂しいラッシュ終了画面だぜ。しかもでこれ落ちちゃうからね。ちょっと待って、ほんと 96% の底落とししたってこと。 2% 引いた後に 4% 引いたってこと。7回する、マジで言ってんのかよ。もうとりあえずつながったけど、つながったけどいろいろと、これは残念ながら最終変動は
ここでもう一回引いてるしか方法はないね。もう多分30ユーロ40連ぐらいはあるけど、なんか俺はやっぱこれが多すぎると思うよね。普通でよかったのにな。もうほんと最後引けるんだったら、まあでもそれがなかったら終わってるからね。はい、でこっちも大したことないっていう、一回救われて終わるみたいな。なんでみんな原産で100連とかできるんだろう。100連とは言わん、20連ぐらいしたい。かなちゃん、ああなんかすっかすっかなとこでラッキートリガー入れちゃったで。まあ2回は助けてくれんよね。そりゃそりゃ北斗揃いとか続かねえわけだよな。ほんとにもう、うん、弾は出てる。ただね、ほんとにあのお仕事をいただけるの嬉しいんですけど、僕あの後継続系マジで苦手なんですよ。見たでしょ、ワクワクゲージがキューってさあこれから1万発ぐらいは全然出るぞと思ってたら、さすがに 96% 速落ちはな、へこむよな。なんだろう、なでしこラッシュ中にずーっと谷間ばっか見てたのがバレたかな。谷間ばっか見てたせいで出玉が谷間に行ってしまったかな。右手がダメなんかな。ラッキートリガー入ったら左手で打ってみようかな。卑屈になりすぎて、さっき 90% ランプとか4連ぐらいしたらいいなと思うもんね。まあでも逆に言えば 10% のところを 2回目で引いちゃってるからね、薄いところ引いてるんですよ。だからまあ純粋に昔から僕ずっと言ってますけど、一番継続するの 66% なんで、 66% ぐらいがやっぱ20連ぐらいはするじゃないですか。65% 規制の時代得意でしたね。これ不思議なもので、俺じゃあショールームでやらせてもらってもね、多分平均値出せないと思う。ところでならないまま飲まれんだけど、こいつどう思う。ほんと260ぐらい、もうあとワンプッシュ半で終わる。残念ながら追加投資のお時間でございます。しゃあないわな、こんだけ当ててくれてんだから感謝しましょう。宮崎の陣取りマジうまいからね。だから俺もう宮崎の前乗りは毎回毎回早めにしてるから、本当に飯食うためだけに。いや言うて仕事だからさ、あんまり早く行き過ぎたってやることはないのかもしれないけど、宮崎まで出張行ってんだったら、おっとなった。さあゲームステージ行ったね。ボタンあるやん、大丈夫でしょう。これはもらっただろう。へい、よし、この5は強い。だから言ったじゃんよ、やっぱ 60% ぐらいが一番つくんだって。さていい、さあ今回は20バラなんで緑は行ってほしい。連打で行こうよ、今日1回も成功してないんで。緑ってだいぶ熱いからね、赤はもうもろたレベルだもんね。頼むで、早めに、重い重い、よし来た、毎度でけえな。うまいですね、取りますね。じゃあここでキーワードの発表するか。キーワードはゴールデンなでしょ。
見てますからゴールデンなでしこ。さあ取れてんだからゴールデンなでしこ目指して頑張ろう。はあ、左手で打ってみるよこれ。ああ何か変わるかもしれない。ここで、ああ松園、ああないか。よかったね、振り分けにも勝ったしね今回。12連今日のベストスコア3600玉、いいじゃないですか。さあプラス域に浮上です。投資が安いのが効いてるわ。いやモエモエしたのが苦手な人はしょうがないかもしれないけど、選ばん手はないわぐらいや。男のシックスパック見てたってしょうがねえべ金払ってな。さあ、突入率も確率通り6割になった。右手左手試したよ。左手の方が良かったもんな。右手の方が肩寄りの右手で圧定の左の可能性があるな。俺肩寄り勝ちじゃん。いや最初の初回2回目めちゃめちゃ V ストップしてたじゃん。ならねえんだけど。さあ今129分の1ちょうど大当たりライン。さあ残念ながら1枚目が消滅し2連続300ゲームを超えてしまっている2枚目ですね。なんとかもう一回やぐらいラッシュ取りたいね。笑顔で帰りたい。ならへんよね。モードチェンジでもしてみます。温泉行こう。どうせ玉出ないんだったら父でも見てよ。お金かかってるぞ。あれ？あ、準備時間もういやらしいな。じゃあなんで今の三笠選手たまたまかい？あれ？ちょっと待って、熱すぎないこれ？おいおいおい。何が起こったんだこれ？あれ？次回予告、あ、全回転じゃねえか。なんだそれ。準備中だったから何が起こったか分かんなかったけど、おめでとうございます。ラッシュです。うわこんなとこでロングフリーズ引きますか。ならなくても出ちゃう。ラッシュちゃんだね。ラッシュ濃厚ですからねこれ。わかんない、なんか逆にならない可能性もあるよねこういうところだから。びっくりしたわ。なれなかったのか。もう今日はもうなでしこって決めてるんで、お願いします。いきましょうか。今日何回目、4回目だね。4連ラッシュ取ってんだ。うまいよねそこは。せーの、いけ。おお、セーラー服。やっぱ普段と違う衣装でも大当たり濃厚ですね。セーラー服なんかどんだけやってもいいんだから、ね、昭和の人間ですから。お願いします。だからよ。あーダメかこれもう今日は。ここ戻せてるんだよね。あ赤くなったね。あ何回も押せんのこれ。あマックスだったよね今。えなるんじゃないじゃん。あなったなった。そうなんだ、何回も押せるとは知らなかったわ。左手大丈夫でした。左手でいきます。なるほど、でも多分変わったら鉄板だと思うけどな。
早いって。あいや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 、これ2回目は切りすぎじゃないか。あ、でも俺またまたなんの。おおおおおお、まだ大丈夫か。左か、ここで引けるやつ無限に出るもんね。ハラハラしたくないんですけど。お願い。おいい、気持ちいい。あら来た、リンゴリンゴ。いいですよ、まずは1個安心をもらった。あー、クリスマス、いいね。マジどんだけあんのかぞ。あれ、また V か。あらららあれ、まだ取ってんの。あ、エクストラいいよ。さあさあさあ、テンパ引いてほしいから右手にする。補足3とか言えばね。こい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 、スコーン。おお、マジで怖いんだけど本日2回目のラッキートリガー伸ばしたいね。そう、さっき左じゃなかった。今回あの銃引いた時だけ右っていう謎のことやってましたけど。さあゴールデンメキシコ、噛んでるで、ハマるなら今なんだよ。舐めるように画面見てますけど。ああああ、極み。あらら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 、また一回転で当てちゃった。じゃあ字が邪魔だったもん。あ、本当はあの素材欲しい。おいやセクシー、もしかして全部あれになります？いや邪魔だな。よく、ゴー。オッケー。そう、本当はそんな難しくねえんだから。そうだよ。ほら、エクストラ引いてる。おいしい、純粋でおいしい。こうなるんだ。これはもうなでなでしこしこ。オッケー。あーや、ゴールデン。あれ、あー、かわいい。とんでもない量あるね。あららららら、らこのような画像のグッズが採用マートにあるから。普通に欲しいよね、壁紙として欲しいよね。ジップでくれ。おいしょ、早い早い、ジップでくれ。4ギガまでだったらジップでくれ。オッケー。あー、かわいいね。左手の方が強いね。 OK。 いや、追い詰められないのはいいこと。あー、なんか初めてまともに連チャンしてる気がする。あー、かわいい。いや、入ってない。おお、全員だ。あー、そういうパターンもある。わお、めっちゃ低いエクストラ。
初当たりのと突入の右、レンチャンの左。番組の最後にダテシコラッシュの一枚絵がつって、わおふけさん、いやいいわもう、ほんとどんどん、わお熱っ、あらららら、ダテシコラッシュっすね、あらららららら、ファミレス、なでしこラッシュでみんなやったほうがいいよ、あらあ、あ強い、今日めちゃめちゃ寄ってるよ、うわぁ、バクや、バクやだ、今日じゃねえだ、バクだな、違うえ、来いって、来い、頼む、オッケー、耐え、先生っぽかったね、メガネの女教師っぽかったね、これは。いける、お願い、オッケー、お仕置きいただきました、お仕置きいただきましたじゃねえんだよ。何言ってるかわからないだろ、俺もだよ、いやよかった、オッケー、普通でも当たっちゃう、これは僕は初めてラッキートリガーやってると思う、今まで過去何回か引いてきたけど全部しょぼってたから、やっとラッキートリガーのいいとこやれてる、頼むよ、オッケー、あらー、このイラストめっちゃ好き。めちゃめちゃいい、そう、わお、ギンギラ、あれまた、あーいいね、わお、ちょっと AKB 風の感じ、さあ23連、エクストラ、しかもエクストラ、あららららら、やバクだよな、じゃあやっぱ S さんが巨乳好きだったと思うんだよな、本来小さくべき、小さいべき何もそこそこあんねんこれ。あらららら、はいはいはい、素肌にワイシャツのやつ、あらららららら、どんだけエクストラ引いちゃうんすか、めちゃめちゃ引いてんだマジ、20% しかないからね、出玉とイラストで2倍得してますから僕今、9000か、もう1000でいいのか、いやいやそんなこと思わない方がいいから、僕はこの幸せな時間をもっともっと、玉じゃねえわ、絵が見たい、玉二の次になってる、お願い、頑張れ、 OK、 さあ25連だからこれで平均ぐらいは取れてるってことだよね、や頼む、オーケー、いやー食い止まる、これはしかも4回転目以降の6回転目までに引いてるのが一番うまいパターンだからね、うん、最後早めどこでいいよ、オッケー、あーいい、安心安心、なんか安定感違うね、左か、お願い、間に合って、オーケー、危ねえ、また1万玉直前とかで落ちるのかと思った、引けてるよね、さあこれでマンパじゃない、行くでしょ、ありがとう、やっとラッキートリガーっぽくなった、あんのかな、かわいいな、あー優しい、今日寝るときにまぶた閉じたらチカチカチカってなりそう、あお
なでしこの、ああ30連とかしたことないよ俺、源さんで。ほんと嬉しいよ。お、お、おだって本当はさ、このセットで終わらせたいっていう方が難しいじゃん。96%だから。わお、あら、めちゃめちゃ低いやんか。ほい、そうだよ、結構頭おかしいこと言ってる。あれ、はい、あららららららら、大闇ちゃんも、こんな幸せなことがあっていいんだろうか。正解はいつだって3秒です。見たことなかったね。わお、意外とカンナもあれだな、あったな。あんなノーブランディングしちゃダメですよ。ノーブランディングしたらノーブラで会ってほしいじゃん。カメラの前でしか上手くねえんだよ。キーン、なかったね。ほんと何枚あんの、最後に確認してこいよ。何種類作ったんですか画像って。わかる、わお、また見たことないの、こうやって増えてくんだね。あら、また来た、熱いわ、ほんと。やっとこれ隣のラッキートリガーになりました。僕教えてあげるって言ったのか、脳がおかしくなっちゃって、お仕置きの時間みたいに聞こえてたけど。ああ、久しぶりでしたね。すげえ、俺25分もラッシュやってんの初めてかもしれない、ゲンさんで。だいたいなんか3分とかだったら痛いなぁ。お願い、おお、なんかカブトムシ、カブトムシはクワガタがおりましたな。あれがデフォなのか。またですか、そうだ、ね、いやすごいね、40連ってんだってしたことないっすわ。ラッキートリガーってすごいですね。お願い、おー、間に合う、お願い、 OK、 かわいいな、わお、そうだね。あらー、これが一番好きだな俺。おお、終わらない、わお、はい、あ、かわいい、あは、あ、1番5000、番5000、わお、てってれてっ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 て、いや、本当に今まで僕は本当に低継続しかしたことがなかったんですよ、高継続期で。で、多分同じような方いらっしゃると思うんですよ、ゲンさんとか。ああ、 2,3 連しかしたことないとは言わんけど、10連もしたことないみたいな人、そういう方は皆さん、なでしこで左手届く。だから50連でしょこれで、もう。ああ、50です。そんな違和感あんのかな。あ、まだいますか。あ、そうだね。ああ、いいね、いいえ、やっぱ、あら、またどんだけ取ってんの、しばらく1分間だけ引いてるよ。即当たりが続いてますね。今5連続ぐらいで1ゲーム連しない。60回いきました、わお、
はい、129です。なぜか不思議なことが起きてます。声がなくなってきた。オッケー、3から。だからこれちょっと待って、全員いるんだけど。あ、このエクストラの中の、わお、ゴールデンビリー。ああもう キーワードのおさらいしようか。今日のプレゼントキーワード、ゴールデンなでしこ。どこまで行ったなこれ。今は超えたね。初めての聖夜レインボーです。嘘でしょ、嘘でしょね。ちょっと祭りなんだけど。70です。70回はやばいよな。あーもう中で、あ、俺の4月5月の大負けはこのためにやったよ。大事だね、合う合わないって。荒い機種が合う人もいれば、燃えないが得意な人もいるわけで。 OK、 マジで言ってんの。最高回数だろうねこれ。っていうか普通に70連超えた人もいないだろう。何これ、ケンさんってこんな台だっけ。間違いない、みんなきっとこれをやりたくて打ってるんだから。笑っちゃうよ、もう自分の引きが怖くなってきた。幸せすぎでしょこれ。うわ、また見たことない、来た、プロレスみたいなやつ。おかしいって、おかしいって、こんな引けないでしょ。ぶっ壊れたよ本当に。あーかわいい、通う通う。なでしこスプレーカフェあったら俺はもう行くな。だからあれなんだよ、サンヨーさんはニコニコ超会議とかでブース出してるじゃん。もうなでしコスプレカフェ、これ来年コーヒー1500円でも飲みに行くわ俺。頑張れ。あー、ここでついに終わってしまうか。いや十分っすよ、手固まっちゃったもん。素晴らしいです。まだあります、ラストチャンスが1回でありますので、ここで引けてればね、通常ラッシュはやれる。また満タンになったで。どうなんだろう、これなんか違うんかな、意味。告知パターンが変わるだけなんかな。あーダメ、すごいすごい。終わってしまったか。じゃあ多分さっきのあのメーターは告知のタイミングとか変えてくれるんだろうね。ということで、超限ライト打ってまいりましたけれどもですね、極限ライトが、そうですね、ワンゲームシティ BC の、まあ、スペックはあるけれども、最高レンチャン、そして最高大当たり回数を記録しましたね。初当たり6回に対して大当たり105連、そして最後はラッキートリガーから76連と。ラッキートリガー今まで入れても入れてもダメだったんですけれども、ようやくそのね楽しさを、本領を発揮することができて、多分76とかやりたくてもなかなか無理だと思うんでね。ということでですね、まだまだホールで現役稼働中でございます、大工の源さん、超伊達天2極限ライト
これ、本日は非常に楽しい姿勢になりました。またね、これからも三陽さんの代、そしてこの後聖夜も控えてますので、実践していきますので、ぜひともチャンネル登録してご視聴のほどよろしくお願いします。ということでですね、今回三陽さんのご好意によりプレゼントキャンペーンもやっております。私が番組内で言ったキーワードを添えて、詳しい応募方法は概要欄に書いてあると思いますので、そちらを参照して応募してください。ここまで飛ばしてきたよお前、ここにはキーワードはないぞ、残念だったな、全部見てくれ。ということで、次回の三陽の代でお会いしましょう。さよなら。